チングプロ竹内の、ゴルフナレッジ、たくさんの方にダウンロードしていただきありがとうございました。ありがとうございました。まだダウンロードされてない方は、下の URL からダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。それでは、本日は、竹内プロに寄せられたたくさんのお悩みを解決していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは本日のお悩みです。私はグリーン周りのアプローチですぐミスをしてしまいます。何か簡単に、アプローチをする方法がありましたら教えてください。竹内プロよろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんばんは。本日もお悩みを解決していきたいと思います。本日のお悩みはアプローチがうまくいかないと、簡単な打ち方がありましたら教えてくださいということでしたので、アプローチの打ち方で簡単な打ち方を一つご紹介させていただきます。まず通常通りに構えるのではなくて、このクラブがパターだと思って構えてみてください。パターだと思って構えるとボールは頭の真上、左目の下にボールは置きます。ここからクラブは短く持って近くに立ちます。ここでパターのようにストロークしてみてください。これが振りにくい方はいつも自分が握っているパターのグリップでも結構です。例えばクロスハンドで握っている方、こういうふうに握っている方はこのような握り方でも結構です。この方がストロークしやすい方はこちらで握ってください。例えばオーバーラッピング、こちらのグリップでも OK です。僕はオーバーラッピングでグリップ、パターをストロークしますので、こちらのオーバーラッピングの方で握ってちょっと打っていきたいと思いますけども、ここでポイントとなるのがクラブのヒールを浮かせるということですね。チップショットというショットになるんですけども、ここのヒールを少し上げて構えると、このような形でセットしてパターのストロークをします。使用クラブはサンドウェッジから8番アイアンぐらいまでこの打ち方で使うことができます。クラブによって転がりは様々ですが、そちらの方は練習場の方などコース行った時に一度試してみてください。では一度このような構え方で打ってみたいと思います。このような形でグリーン周りのアプローチですね、30ヤード、20ヤードぐらいまで このアプローチ使えると思いますので、ぜひ一度試してみてください。ミスが少ないアプローチの仕方となります。以上でレッスンを終わります。